はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、第3のビール。オリオンビールの、贅沢気分。柔らかな香りと上質な味わい。アルコール度数 5%。原材料が発泡酒、カッコ、麦芽とホップとコーンとスターチと糖類。スピリッツ、カッコ、大麦。となっております。沖縄製造。第3のビールと。さて、あ、これじゃねえ。これビール飲むときは、これがいい。ビールを飲むときは、恵比寿ビールのグラス。です。いや、最近ね、酒の飲みすぎなのか、タバコの吸いすぎなのか、どっちかわかんないけど、やけに手がね、震えてくるんですよ。こう。こう、まあいいや。こうするとこう、カタカタ揺れるんだよね。それでは、皆さんご唱和ください。乾杯。これも糖類入ってんのか。うん、やっぱなんかこの、なんつうかな、このさ、なんていうかこの、若干この、いや苦いんだけど、なんか若干どこかにこの甘みが、何か感じられるというか。苦いだけじゃなくて、なんかほんのりこの後味でなんか変な甘みみたいなの感じるんですよね。こちらが、アロマホップ 100% 使用、分離ホッピング製法、麦芽使用率ナンバーワン。麦芽使用量が弊社ジャンル商品の比較で約 1.3 倍と豊富に使用。うまみ麦芽使用。だそうです。なんだろうな。いや、なんか口、苦いっていうのが来た後にこう、あ、やっぱなんか甘いな、みたいな。で、こちらがですね、よくわかんないんだけど、オリオンビールの、サイトによると、10月の3日新発売って書いてあるんだけど、今7月の22日なんだけど。あれ？これおかしいな。1年前のやつ。賞味期限が2018年の10月。おかしいな。まだ賞味期限は、まあなってないんだな。1年前のじゃねえな。まあ、オリオンビールといえば、沖縄のね、一番売れてるビールなんですよね。で、先ほど、オリオンドラフトをちょうど買ってきて、一番好きなのが、夏一番っていう、オリオンビールで一番好きなのがね、夏限定の、夏一番っていうやつなんですけど、それ、そういえば買ってきてねえな。買ってくれよ。まあいいや。夏一番が非常に美味しいですね。うん。まあ、期間限定、夏限定なんですけどね。まあ、オリオンビールは、朝日の、まあ、本州では朝日のスーパードライが一番ね、人気なんですけれど、まあ沖縄ではね、オリオンビールと名を変えて、作っている。
朝日が、確か朝日が作ってるんだよね。うん。朝日の、あれなんだよね。オリオンビール株式会社ってなってるけど、これなんか朝日が、買収したのかな？わかんないけど。マジ、この手の震えマジ、なんとかなんねえか。こうやって。こう持つじゃん。こう。いいや。まあ、オリオンビールのね、夏一番ってのは一番うめえんすよ、個人的には。オリオンビールのやつだと、他には、オリオンドラフトっていうのが、一般的な普通の、普通に流通してるんだけど、沖縄でね、一番売れてる、オリオンドラフトっていうのが、まあ、通常のやつなんだけど、この夏一番っていうのが、アルコール度数が 5.5%。アルコール度数 5.5% で、原材料が麦芽とホップのみなんですね。まあ、いわゆる、麦芽 100% のビールなんですよ、夏一番は。で、それに比べると、オリオンドラフトは確か、コーンとかが入ってたはず。うん。コーンとかが確か入ってるんですよね。そうですね。麦芽とホップと米とコーンとスターチが入ってて、アルコール度数が 5% なんですけど、まあ、このコーン、米とコーンとスターチが入らずに、さらにアルコール度数が 0.5% 上のやつね。なんか花火が描かれてる夏一番っていう、まあ、生ビールなんですけどね。まあ、これが、やっぱ、夏にね、夏しか売ってないんで。まあ今度見かけたらまた買おうかな。なんか微妙なんだよな、この。なんだろう、この。なんか若干このアルコール臭みたいなのがするね。アルコール度数 5% のくせになんか、アルコール臭みたいなのと、あとアルコールの、なんか風味というか、なんか舌に感じるピリピリとしたやつがね、あるビールですね、これはね。で、ちょっとやっぱ甘いんです。何かほんのり甘いという。そして酸味も強いですね、これはね。まあ、オリオンビールはね、確かもともとオリオンビールっていうのが、沖縄にあったんですけど、まあ今もあるんですけどね。確かアサヒが買収して、まあアサヒが、まあ、買収したっていうことですね。まあ、つまりは、朝日の、傘下になったっていうことですね。なので、一応、スーパードライも、オリオンビールも同じ会社ということになる。ですよね。確かね、そうなんですよ。あ、オリオンビール、ウィキペディアがあるな。沖縄に本拠を置く大手、日本の大手のビールメーカー。シェアでは、日本国内第5位と。なってて。2002年に大株主でもあるアサヒビールと提携関係を結ぶこととなった、だって。まあ、じゃあ買収したんじゃなくて、一応、あれなんですかね。こう、手を結んだみたいな感じですかね。
現在はオリオンビールが、沖縄商品群のアサヒスーパードライの一部商品を生産し、アサヒビールが沖縄県外のオリオンビールの一部、商品を販売していると。まあでも一応ブランドとしてっていうか株式会社としてはまだ買収されてないみたいですね。うん。まあ適当なこと言うけどね。俺よく適当なこと言うんですよね。別に買収したわけじゃなくて、まあ手を組んだっていうことですね。ああ、だから一応オリオンビール株式会社っていうのはまああるわけで。まあ買収はされてないと。だからちゃんとオリオンブランドとしては、しっかりあるということですね。まあシェアでは日本国内第5位となってますけれど、まあ4社、札幌、朝日、サントリー、キリンというこの4社がありますけど、それの次にオリオンビールっていう、オリオンビール株式会社っていうのがあるみたいですね。うん。まあ国内第5位ですけど、日本、沖縄ではね、トップブランド1位となってます。日本のビール大手5社の中ではシェアが 0.9% と、全国的には、微塵ですが、沖縄県では最大のシェアを誇り、本土復帰直前の、再販期には、県内市場9割、ないし8割以上に抑えたと。すごいですね。いわば県民のビールとして定着しているとなっております。うん、なるほどね。あ、そういえば一番桜っていう春の限定のあれもありますね。オリオンビール。一番桜ってあんまり美味しかったっけな。どうだったかな。これも一応麦芽 100% ではあるんだけど。まあ、夏一番の方がうまいですね。一番桜は、まあ、単純に言うと、麦芽 100% にした、まあ、オリオンビールっていう感じですかね。まあ、夏一番はアルコール度数も 0.5% 上ですからね。まあ、ぶっちゃけた話、オリオンビールって結局さ、沖縄の会社だから、夏っていうのが、まあ、夏っていうか、そもそもいつも暑いじゃないですか、沖縄って。それだからこそ、こう、オリオンビールってのは売れてるということなんで。まあ、暑い、その沖縄県民の人が、こぞって買うということは、やっぱり、口には合うということですよね。まあ、暑い時にはね。まあ、最近、気候がおかしくなって、沖縄より暑い、ね、暑くなってますけど、本土の方がね。夏はね。夏の38度とか40度とか行ったとか言って、沖縄普通にあれだからな、33度ぐらいだからな。お前そっちの方が5度低いのかよって言って、どうなってんねんって言いたくなるよね。なんでお前沖縄の方がさ、涼しいんだよって5度も。5度も8度も、8度ぐらい低いってどういうことやねんって話やねんな。ほんとどうかしてるで。でも逆に言うと結構沖縄って住みやすいかなって思いますね。冬もやっぱ涼しいし。冬も暖かいし。だいたいさ、20度以下ってなかなかなんないじゃないですか。まあ、冬だと15度ぐらいになると思うけど。まあでも15度だからだいぶ暖かいですよね。ああ。うん。まあ沖縄は台風は来るわ。まあ台風ばっかっすけどね。まあなんか、台風の影響でほら、家屋が倒壊したとかさ、
まあそういうのもありますけどね。まあ実際のところどうなんですかわかんないですね。俺沖縄住んだことないし、行ったこともねえからな。行ったことねえからなって思い出したけど、俺がさ、俺が高校2年の時にさ、修学旅行でさ、京都だったんですよ。しかも新幹線か電車かなんかで行ったんですけど、新幹線だったかな。電車だったから行ったんですけど、その次の年の、いわゆる、俺が高校3年生の時に、その高校、今の現、その時の、高校2年のやつが、沖縄行ったんですよね。修学旅行で。しかも飛行機。飛行機で沖縄行ったからな。どうなってんだよ、おめえら。なんでこんなクソみたいな京都なんかさ、お前さ、寺しかねえぜ、寺。寺ばっかり、寺巡りされたからな、させられたからな、俺。しかも飛行機も一回もお前、人生で一回も乗ったことねえしさ、一回は乗りたいよな。あと沖縄も一回は行ってみたいっすよね。北海道も一回は行ってみたいし、沖縄も一回行ってみたいっすよね。沖縄、ね、由来っていうか、沖縄しか住んでない生き物とかたくさんいるしさ。ね、海とかのサンゴとかも見れるしさ。で、沖縄だと普通になんだっけ、ヤシガニが普通に歩いてるらしいからな。あれ、ヤシガニもうまいらしいからな、普通に。カニとして普通にそこら辺歩いてるんだって。それでね、ヤシガニを普通にこんなでかいやつ、これぐらいのやつ。ヤシガニってかなりでかいんですよね。こんぐらいのやつ。それも食べてみたいしな、ヤシガニな。普通に煮てさ、味噌でさ、味噌汁作ったらヤシガニ味噌汁みたいなの使ったら絶対うまいぜ。絶対うまいと思うね。食ってみてよな。それをお前魚にさ、お前オリオンビールを飲んでみ。最高だぜ。甘みはちょっと強いっすよね。まあ、ちょっと強いって言ってもそんなでもないけど、まあ。うん、まあちょっと強いか。ちょっと強いか。コクが、まあ普通、香りも普通でしょう。ああ、普通でしょう。特にあれですね。言うことはない。3433ということでご視聴ありがとうございました。